こんにちは、こうです。今回も美容気候ヒーリングをお届けしてまいります。今回お届けするのはですね、眉間のシワを薄くする気候ヒーリングですね。眉間のシワを、作る主な筋肉の衰えはですね、尾毛下性筋、あと周尾筋、尾根筋ですね。どれもちょっと聞き慣れない筋肉の名前ですよね。尾毛下性筋というのは眉間から鼻の柱へこう斜めに入っている筋肉ですね。で、周尾筋は眉毛から目の、縁のこのくぼんでいるところにかけてできている筋肉です。そして尾根筋は眉間から鼻にかけて縦についている筋肉ですね。なんとなくでいいので、この筋肉をですね、意識してもらうとヒーリングの効果も高まります。また普段からですね、この辺りの筋肉を意識して動かしてもらうといいと思います。それでは早速ですが、ヒーリングに入ってまいります。
い、完了です。はい、本日は眉間のシワを薄くする、美容気功ヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。それではですね、次回以降も美容気功をお送りしていきたいと思います。本日は以上です。またね。